どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今ね、東京リベンジャーズがめっちゃ流行ってるじゃん。実は東京卍会のモデルになったチームが実在していたって知っている。今から解説するけど、日和っているやついる。いねえよなぁ。霊夢、落ち着け。しかもそのネタツイッターなどで散々こすられたやつだからな。じゃあ、そんなタケミッチーのために、東京卍会のモデルになったチーム、について解説をしていくよー。誰が、タケミッチーや。じゃあ解説をよろしくなんだぜ。ゆっくりしていってね。まず、この東京リベンジャーズの作者は、涌井健という人で以前に、週刊ヤングマガジンにて、新宿スワンという新宿で働く、スカウトマンの漫画を描いていた人なんだよね。これは映画にもなっていたので、アウトローの人たちにも人気があったよね。そうなんだな。新宿スワンは映画も見たけど面白い作品だったよな。そして2015年、週刊少年マガジンで、東京リベンジャーズの連載を開始したんだ。涌井健さんは、漫画家になる前というのは関東連合系のスカウト会社のエージェントとして働いていた経験があり、それを漫画にしたのが、新宿スワンと言われているんだ。確かに、スカウト狩りとかすごく細かい描写もあったよな。経験者だから、あんなにリアルに描けたのかな。関東連合系のスカウト会社で働いていた頃から、その関係が深かったのではないかと言われているんだよね。関東連合といえば、いろいろな事件などを引き起こしている半グレ集団だったよな。関東連合についてサクッと解説をしておくと、1973年に当時の CRS 連合などと共に結成された暴走族の連合だったが、1990年頃には自然消滅をしていたんだ。しかしその後、世田谷周辺の暴走族が集まり再結成したんだよね。最初の関東連合といえば、暴走族全盛期の時に結成された純粋な暴走族の連合だったよな。マリサ、そうなんだ。初期の関東連合といえば、暴走族の純粋な連合だったけど、再結成されてからはニュースなどでも連日報道されていたように、凶悪な事件を引き起こす半グレ集団となっていたんだ。再結成されて2000年初めくらいには、朝青龍事件、海老蔵事件、六本木クラブ襲撃事件などあったよな。この漫画でも、東京卍会の初期は純粋な暴走族のチームだったけど、現代になると凶悪な半グレ集団となっていたという設定だったよね。こういう設定や、その他にも色々な共通点があり、東京卍会のモデルは、関東連合だったと言われているんだ。関東連合を復活させたチームといえば、米副長ブラックエンペラーだったよな。関東連合のリーダーと言われる男も、米副長ブラックエンペラーというチームの総長だったが、このチームのシンボルマークは、万字、であり、関東連合とブラックエンペラーが、掛け合わさり、東京卍会のモデルになったのではないかと言われているんだよね。本当だー、なんか共通点ありすぎてちょっと怖い、怖い。そして、この漫画の根幹となる元恋人が、人違いで命を奪われ、タイムリープを使い助け出す、というストーリーなんだけど、関東連合もフラワー事件や東洋ボール事件などで、敵対チームのメンバーと人違いをして命を奪っているんだ。そうそう、元恋人が東京卍会の抗争に巻き込まれて、命を落としたという、ニュースを見るところから始まり、その元恋人を助けるためにタイムリープしていくんだよな。関東連合を復活させたのは、米副長ブラックエンペラー総長の三立真一という男で、これは劇中の木崎哲太のモデルだと言われているんだよね。あのメガネをかけている冷血なやつだったよな。その関東連合の三立真一も、残虐王子と言われ、敵対すると、どんな手を使ってでも、相手を追い詰め、完全に戦意喪失するまでに、叩きのめしていたと言われているんだ。その残虐性は相当なもので、その恐怖によりメンバーたちを支配していくようになるんだよね。劇中でも、あのアッくんが、木崎哲太の恐怖によって支配されガクブル状態だったよな。ストーリーの中盤になってくると、この木崎哲太から東京卍会を守るというミッションもあり、木崎哲太によって凶悪なチームになってしまったという点でも、三立真一が復活させた関東連合、そのものと言っても過言ではないんだよね。
関東連合の、あの半ズレメンバーが恐れるくらいだから、見立て新一も相当怖いんだな。いつも長袖着ていて、やたら大きな犬を散歩させ、時々携帯に向かっておにぎりしている。マリサの近所に住んでる親父さんより怖そうだよな。しかも家の玄関には防犯カメラがいっぱいあるんだぜ。すごく用心深い人だろう。その親父さんもおそらくガチ勢だから、あんまり関わらない方が良さそうだね。そして、キサキテツタは子供の頃は塾でも一番の優等生と言われていたんだけど、この点でも共通しているんだ。見立て新一も小学生の頃からガリ勉と呼ばれいじめられていた過去があるんだよね。そうか、不良になる前は、どちらも勉強ができるガリ勉だったんだな。見立て新一が、一度少年院に入れられたことがあり、週間中に学力テストを受けさせられると、IQ145 を叩き出したとも言われ、残虐でありながら、相当頭も切れるタイプだったようだね。マジか、頭が切れるタイプだったのか、もう頭が切れて、切れやすい性格とか、ややこしいのでどっちかにしてほしいもんだぜ。劇中にもハイタニランとハイタニリンドウという双子の兄弟が登場しているんだけど、この兄弟はカリスマ性を持ち、しかもどちらも超イケメンなんだよね。このハイタニ兄弟にも、モデルとなった実物の兄弟がいるのか。当時には、大きな犯罪組織へと変貌していた関東連合と対等に抗い、決して屈しなかったと言われている兄弟がいたんだ。木村兄弟といい、この兄弟こそがハイタニ兄弟のモデルになっていたと言われているんだよね。見立て新一からも関東連合に誘われたが、木村兄弟たちは群れるのが好きではなかったので、入隊を拒否すると、その後関東連合から狙われることになるんだよね。写真からして、木村兄弟もカリスマ性もありそうだし、イケメンだよな。木村兄弟も当時は、背が高く日に焼けロン毛でイケメンだったと言われているんだ。そんな木村兄弟に憧れる不良たちも多く、カリスマ性も抜群にあったんだよね。背が高くて、イケメンで、ロン毛で、喧嘩強いって、もう最強スペックやん。そうだね、この木村兄弟といえば、関東連合を壊滅まで追い込んだと言われているので、喧嘩も相当強いと言われていたんだよね。関東連合とも抗争を繰り返しており、因縁深い関係だったと言えるんだ。あの六本木クラブ襲撃事件の時も、木村兄弟を狙ったと言われていたよな。六本木のクラブに、木村兄弟の弟の幸次郎がいるという情報を嗅ぎつけ乗り込んだんだけど、実は木村兄弟の策略だったと言われているんだ。あの事件が木村兄弟による策略だったとはどういうことなんだ。このクラブにいた人物とは、実は木村幸次郎ではなく、姿格好がそっくりな人物だったんだ。関東連合のメンバーは、誤った情報をつかまされ、その人物をボコって、命を奪ってしまったんだ。そうか、誤った情報をつかまされた上に、そっくりさんがいれば騙されてしまうよな。本人確認は重要なんだぜ。この事件により、関東連合の幹部たちのほとんどが逮捕されてしまい、実質的に壊滅へと繋がったんだよね。直接、対峙することなく策略によって壊滅させたとは、なんという策士なんだよー。東京リベンジャーズの主要キャラクターであり、マイキーの相棒のドラケンは、関東連合の友好団体と言われたドラゴンを連想させ、モデルになったとも言われているんだよね。あの頭にドラゴンのタトゥーを入れた、喧嘩も強くてマイキーを支えた相棒だったよな。このドラゴンは、中国残留孤児を集めた不良集団と言われ、あの頭に入れた、タトゥーや髪型も、どこか中国をイメージされるデザインとなっていたよね。おお、確かにあのタトゥーと、髪型はそうだよな。あの伝説のラーメンマンを彷彿させるんだぜ。おい、なんか写真も違うし、そんなこと言ってるとラーメンマンガチ勢に怒られるぞ。待って、ドラケンファンじゃなくてラーメンマンガチ勢から怒られるのかよ。それでは気を取り直して、主人公のタケミッチーが、タイムリープする前といえば、レンタルビデオ店で働いていたよね。このレンタルビデオ店といえば、関東連合の柴田という幹部の実家がレンタルビデオ店だったんだ。これはちょっと偶然だったかもしれないけどね。レンタルビデオ店までも共通していたのか。まあ、確かにこれは偶然だったっぽいな。そういえば、さっき言い忘れたけどラーメンマンの初期は味噌ラーメンマンだったんだぜ。マリサ、まだラーメンマンネタを言ってるの。お腹いっぱいだよ。
ラーメンだけに。そして、これは東京卍会が結成当初に撮影した写真なんだけど、こっちの関東連合が、渋谷にチーム明かりに来た時の写真と酷似しているよね。特に、この関東連合の集合写真は、当時雑誌に載るなど、有名な一枚なので、印象に残っていたんだろうね。これは、びっくりだな。この写真はどう見ても意識されているようなんだぜ。関東連合は、六本木クラブ襲撃事件によって、ほとんどの幹部が逮捕され、リーダーの見立て新一だけは警察の網をくぐり抜け、海外逃亡しているとも言われているんだ。そういえば、見立て新一は指名手配もされていたよな。まだ捕まっていないのかな。見立て新一という男も、相当執念深いので未だに木村兄弟への報復を狙っていそうだよね。しかし、関東連合はもう壊滅状態だし、主要メンバーといえば兵の中だしな。実は、この六本木クラブ事件で捕まっていない OB たちは、事件の後半などを傍聴席で、しっかりと見守っていたと言われ、現在でもそのつながりは保たれているみたいなんだよね。これは、見立て新一が日本にいつ帰ってきてもいいようにスタンバっているのかな。もしかすると、海外逃亡している見立て新一と、OB たちは未だに繋がっているかもしれないよね。関東連合にも、東京卍会のような強い結束力があったのかもしれないね。こう解説を聞くと、いろいろと共通点が多く、関東連合がモデルになったと言えそうだよな。というわけで、今回はリアル東京卍会、そのモデルとも言われた、関東連合とその仲間たち、について解説をしたよ。今後もアンダーグラウンドで起こりうる事件や抗争、アウトローな人物なども取り上げていきますね。次回もよろしくお願いします。この動画の感想や、次回のリクエストなど、お気軽にコメントからどうぞ。それとチャンネル登録が、まだの人はよろしくだぜ。